Sanomanagatari in the history. Masterpiece Sanomanagatari in the history. Sano is resurrected like the phoenix. Sano must become a cat. Let's transcend humanity. え、長濱さんと米田さんは全然違うよね。もし長濱さんと米田さんがいたら別人だよね。え、なんで違う？農家の名前が米田、米田さんが作ってる米田さんだから、長浜地区の米田さんが作ってるみかんジュース。ヒグマとか、あのすごいね、ヒグマとかたくさんいるんですけど、投げないよ、俺は投げないよ。抜け出してきたもん。ダメ、薬になっちゃダメ。反応ちょっとさ、おじさん変わったのになっちゃったよね。薬飲まないとダメなんだ。戻ってきた。飛びついてる猫ちゃんだからあれだね。猫だよ、ほらにゃーって。カメラ鳥だから怖いから行かないでよ。腕ねえんだよ、前足だよ。餌ももらえねえよな。俺が真面目な話、あ、見て見て、ほら俺さっき真面目な話でした。懐きすぎだろお前、帰んなくていいの。あ、懐きにするか。うん、懐いてるからね。懐きにしよう。懐きだお前は。お前は懐きだ。仲間も連れてこないで俺の膝の上にずっといるんだよ。にゃー、なんで来ないのだ。ベリー結構です。あ、あれ誰もいないですよね。結構ですね。キャンセル、結構。なんで生えてんじゃん。わかんないですけど、風が強いとかです。三脚でやってください。俺が二足歩行で三脚立ててから四足歩行すんだ。二度出ば。いや、ガチでやってるよ。フェリーが欠航してしまったので、長浜港をちょっと観光してみたいと思います。カラオケ天国、ここでデスメタルとか歌ったら怒られるんですかね。にゃー、いやー、待って、何してんだろう。カポですか。カポ、あ、美味しそうですね。あ、領収書ください。領収書は、はい、三能で。
下りが怖い。辛いんだよこっちも。毎日フェリーとかね、朝6時ですよ起きんの。辛いでしょ。猫になる。うん。ひでえから猫になったら本当に。こうやって急斜面に墓があるのは四国ならではっていうことですかね。静かだな。猫に小判タイム。猫に小判タイム。聞けばいいんですね、このなんだ袋から。そうですそうです。そうですそうです。タケコプターみたいな。タケコプターぐらいのなんか。出たい出そうですね。聞きまーす。おいしょ。何これ。観光大使。観光大使になります。歩いていいんですよね。歩いていいです。おっしゃ。今日船来てねえぜ。観光する人来てねえんだよ今日。ここが長浜地区唯一のスーパーらしいです。なんて読むんですかねこれ。え、にょにょはーにょはーっていう店らしいです。にょはにょはばーにょはばーにょばー。しりとりで運で終わっても使えますね。あれじゃないかこれ、カンカンは。違います。ここは観光地じゃないんやからな。お前らがおるだけで迷惑かけとんだよ。観光の人とかじゃない。お前らは混んでいいよ。猫の島はどうでもいいんだよ。楽しんでるったら楽しんでるよ。格好しとけよ。そんな猫の島はどうでもいいんだよ。猫の島はどうでもいいんだよ。猫じゃないお前らに作りたいんだよ。掃除しますよこれ。俺の缶じゃない。俺コーヒー飲まない。その観光客が落としてたゴミを観光大使の俺が拾う。はい、結構です。あー、きつい。猫に小判タイム。えい、イエーイ、盛り上がっていきましょう。ふう。えい。
電話できる。あ、おめでとうございます。誰かに電話できます。なんかあったのかな。リン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 。